私見つけた。ウテナ、あなたが本当の私の王子様だったのね。あなたは今学園の王子様。どんな奇跡もどんな永遠もその手につかめる。この世界にいる限り。そうじゃない、行こう、外の世界へ。え？さあ。行きましょう、ウテナ。外の世界へ。We'll be right back.
自分だけだと思ったら大きな間違いよ。そう、私も車になったのよ。この世界から脱出するなんて、そんなかっこいいことあなたたちだけにさせるもんですか。本当にかっこよくて美しいのはこのわた、わた、わた、わた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 。今の君たちは外を目指しているんだろう。志が高いといい仲間が集まるもんさ。大丈夫、あなたたちならきっと外を見つけられます。僕たちもいずれは後に続くつもりです。外で会えたら今度は堂々と口説き落としてみせる。外の世界への？そう、私たちも見たことはないけど、その近くにあるはずよ。あ、待って、こっちで何か映像を捉えたわ。何これ、お城？これが出口の目印なの？Thank you.
しい。もう逃げない。きっとあそこが出口。なんでそう思うかな。行くわ、外の世界へ。そうだよ、お前の王子様だ。怖がらなくても大丈夫だ。さあ僕と一緒に帰ろう。生きながら死んでいられるあの閉じた世界へ。かわいそうに、あなたはあの世界でしか王子様でいられないのね。でも私はウテナは出るわ、外の世界へ。よせ、どうせお前たちが行き着くのは世界の果てだ。そうかもしれない。でも自分たちの意志でそこに行けるんだわ。さようなら、私の王子様。そうか、残念だな。だがお前たちにはやはりあの世界でお姫様を続けてもらうよ。何、生きながら死んでいればいいだけのことさ。
ねえ、これから僕たちの行くところは道のない世界なんだ。そこでやっぱり僕たちはダメになるのかもしれないよ。ウテナ、私分かったの。私たちはもともとその外の世界で生まれたんだわ。じゃあ僕たちは元いた故郷に帰るんだね。僕も分かったよ。どうして君が僕を求め、僕が君を拒まなかったかな。僕たちは王子様を死なせた共犯者だったんだね。そうよ。外の世界に道はないけど、新しい道を作ることはできるのよね。だから僕らは行かなくちゃ。僕らが進めば、それだけ世界は広がる。きっと。